アニマゼヨーヤバゼヨI promise I really tried To keep you away from my mind And I tell you this ain't no lie But I've done my best to find Someone new to give all my time But all I wanna do is rewind Oh, I guess that I cannot hide The emotions left inside じゃあ今日はね来ましたね。はい。え、ここ静岡になるの？静岡なのかな？もう山梨に入ってんの？でも あそこ静岡って書いててんやん。やっぱ静岡やんな。うん、うん、たぬき子です。はい、たぬき子来ましたよ。ちょっとね、気になってたキャンプ場やったから。去年キャンセル食らったからな。うん、雨で。そうです、リベンジということでね。はい、今日はもうピーカンでね。今回あれっすよね。はい、はい、こちら。はい、うん、軽いよな。軽い。ついに買いました、ミニマルワークスのシェルター G。 シェルター G チャコールです。この前ね、テントさんの動画でそうついにゲットしたんで、今日は初張りということで張っていきましょう。やっていきましょう。うまく張れるかな。の、no、それな、見てないねんな動画。チャック可愛い。こういうタイプ珍しいな。おお、ほぼ凍る。これがね、ポールです。めっちゃ見る。色違いのやつがメインポールってことやな。そういうことやな。わかりやすい。まずそれを日本来たらいいんだな。わかりやすいですね。うん、はい、これを、はい、あ、なるほど、はいはい、うん、あ、OK で、はい、了解です。おい、ごめん。よいしょ。やった。やばい。ほら、もうはみ出していくもん。やばい、やばい。フレームアウトですよね。ほら、できた。長っ。それなんかギリアンの時も見てんけど。長ー、マジで長い。長いけど軽い。長いけど軽い。それがミニマルワークス。めっちゃ軽い。何メーター？ 5 メーター以上ある。わかりません。はい、メインポールしてきましたよ。通していきましょうか。通していきましょう。ついに。ああ、まあ似てるな、やっぱりね。いい感じや。あ、畳み方。多分大体でいいね、畳み方は。大体で。ああ、出た。これ。うわ、長い。ここ、ここ。うわ、長い。これ、これ。どれよ。全然、全部を表すよね。バッてくる。おー、やっぱりこう、この金魚感汚れやすいよね。あ、汚れやすいけ、オリソンに似てるとって。なあ、これ色もそうやから、これ汚れ結構落ちるんかもしれんな。落ちなさいと。あ、これかな。あとは、あれ、あ、上のね、上のね、どんぐらい、ぐらい。で、メインボールの落としていくの、どっから。うん、はい、あ、あれか。どうやってるの、この野郎。Yeah.
これで自立するから、あれをかけとりあえずかけていったらいいかなと。残り2本を落としていきましょう。こいつを通して嬉しいとセラなもうこの手でやってたらもう嬉しいですよ。はよ、うまいよ、やめろ。わあ、こういうことね。あ、ほんでここに引っ掛けんの、どこに引っ掛けんのこれ、ここ、はい、ここ謎やな。ここかな。あ、わかる？あ、なるほどね。あ、これか？これはこいつかやな。あれや、マジックテープあるから、これ貼るんや。そのためのマジックテープやな。なんで、なんで、ワッペンでもつけんのかな、ほんま。ベルクロ？ベルクロ。これ、なあ、ここなかったらもう行ったり来たりやん。ずっとさっきのもう。これかかるのか、ほんまに。そういうことやね。 OK OK。 よしよしよし、やっと。よし、
じゃない。設営は早かった。設営は早かったから。レイアウト。高さね。よりすぐりのレイアウトしましょうよ。行こう。来ましたね。こんな感じがソロやった。めっちゃいいよ、ソロ。かっこいいな。いいっすね。これでソロやったらめっちゃ良くない？ちょっとやったなんか。急にボンボネロ。そう。しかも鉄フィンついて。鉄ボンやの。鉄フィンやで。あ、鉄フィンだ。フィン。あ、そうなんや。うん。あ、鉄ボンとも言う。うん。うん、フィン。この一個フィンって言うの。鉄ボンの。初めてのボンボネロがこれやもんな。鉄ボンと鉄鋼の。なあ。これでもなんか女子のサイトには見えへん。そやな、男感満載。男やん。あ、まあ今日はね、あのドロさんドロさんで揃えてみました。ドロさん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 浜田さん浜田さん。いかちすぎるやろ。で揃えてみました。まだ一切カスタムされていないゼルダのアルミコンテナ。ブラック。ブラック初めてはもんな。かっこいいなやっぱり、うん。これをどう育てていくか。そう。私は今悩んでおります。絶対難しいわ。なあ、ちょっとね、あのゆらぎさんにちょっと通って勉強しようかな。だいぶブラック、ほんまブラック、なんかいい感じ。いい感じ。これはでもあくまでもあの撮影用のレイアウトなんで。うんうん。今日はね、ここにカンガルーセット。今日はもうここにカンガルーぶち込んで寝るから、ね、ここで俺が寝るってことやんな。で荷物はもうほとんどあっちのタープの下に移動するんですよ。せやね。これでもこのテントとタープでソロやったらやばない？贅沢やね。俺この前タープとカンガルーでソロやったけど十分やったで。ああ、そりゃそうだろ。このミニマルである必要なかったもん。これやったらもうタープどうなんていう。いるやろ、暑いで。いるな、暑いもんな。いるいる、暑いもん。でもその分大変やで。一人でタープは結構やばかった、ほんまに。いや、これも一人でできるかなって思って。今回はミニマルワークスのシェルタージ初張りでしたね。どうでした？ GH 欲しくなりました？いや、あの、G でいいです。 G でいいですね。 G でいいです。だって GH ってことはあれやもんね。 TC やろ。 TC 中で別に負けそうやるあれもないし。まあでも中でキャンプオーパーでもやれば結論的な。ああ、そうか。
多分冬だいぶ結構やばそう。やばそうや、うん、やばい。ちょびちょなの。でも大体見てみてやもんな。うん、大体見てみて。西は頑張ってないね。うん、唯一モリゴロぐらい。ああ、そうやな。これ以外全部モリ系やから。海はめちゃめちゃなったね。沖だよね、めちゃめちゃ。気にしたことないから。そうやね、気になる人は GH の方がいいと思う。 GH の方がいいかな。はい、じゃあタヌキ湖にて初張り。タヌキ湖でやる必要があったのかどうかっていうこの。いや、それはもうたまたまやから。すごい距離を走ってきたけど。初張りのためだけに。そう、いやでもいいよ、湖畔でシェルター味。夏は湖畔やね。うん、分かる気がする。それ最近だってもうずっと湖畔やもん。湖畔はね、涼しいです。そう、湖畔、うん、湖畔で来たやん。うん、で俺山行ったやん、うん、やばかったほんまに。暑いもんな山。めっちゃ暑いし、もう虫がもう半端ないね。虫問題はちょっと虫死になったもん俺。死にはなってないよな。めちゃくちゃもう噛まれまくって全身。餌だったもんな。餌なだったもん。あれ朝起きるの遅かったら多分死んどった。ようわからん虫やもんな。ようわからん、何やか。どっからメッシュ、フルメッシュやのにどっから入ってきたやろ。いや、それ多分寝てる間じゃなくて起きてる時にやられたんが出てきてると思う。そうやな、ブヨカなんか。じゃあ今回も最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ファイティオチャンネルでした。バイバーイ。